から11ゲーム目で対決イコール、14ゲームちょっと若干遅れ気味の途中途中になるので少し期待が高まるパターンです。途中から14ゲーム目早いぞリストール、まあまあフライトマイル本当に美しい遅い、ね、あーくそーこれでいただきの引き戻しが1/2と今210ゲームかちょっとだよ。さっき120ゲームぐらいで何も聞いてないのにいただきラッシュフェイク言ってるんですよ。で今いただきのフェイク前兆が終わったゲーム数が205ゲームだったにもかかわらず夕方拝見行かなかったんですよ。あっこでゲーム数降格すでにいたんだったら特訓で対決で負けた直後夕方行ってもおかしくなるんですよ。弁当引いた後これ行ってるんですよ。すなわちどういうことかというと